正面から見たミランダ城地図ミランダ城はベルギーのナミュールシューセルにかつて存在した城官。ノアジー城の名でも知られた。アルデンヌの一角にあたるこの地に19世紀に建築されたネオゴシック様式の建物である。20世紀末以降は廃墟として知られるようになったが2017年10月に完全に解体された。この城は1866年。 リディカーク・デボフォー・トケからの発注により、イギリス人の建築家、エドワード・ミルナーによって設計された。リディカーク・デボフォー・トケはかつて米武城に暮らしていたが、フランス革命の影響で立ち退くことを余儀なくされていた。ミルナーは1884年、上官の完成を見ることなく没した。1907年に、時計塔が立ち上がり、上官は完成した。1950年、 上官は、ベルギー国鉄によって、個人お及び、山江寺のホリデーキャンプとして取得された。この際に、ノアジー城都名を改めた。1970年代の終わりまでは子供たちのための、キャンプ地として使われていた。上官の維持に要する費用は課題であり、不動産投資家を求める動きも頓挫したため、1991年以降、上官は、空き家となって放置された。 地元セル自治体は城を引き継ぐことを提起したが、所有者家族は拒否し、巨大な建物は遺棄された状態で、崩壊と破壊にさらされることになった。構造物の一部は火災によって著しい損傷を受け、天井の多くの部分は崩落した。しかしながら廃墟化した城官は、都市体験家たちの愛好するところとなった。2017年10月に完全に解体された。は、 アメリカのテレビドラマシリーズ、ハンニバルでロケに用いられ、リトアニアにある、設定の、レクター城として撮影された。また、ベルギーの映画ヘッドハウスアヌビス EN でブロック版、アーガスでもロケ地として用いられた。ありがとうございます。